第三章。その明くる日、九つを少し回った頃、平次の家へ。おやぶん、大変な。ガラッパチが転げ込んできました。なんだよ、相変わらず想像し、落ち着いていちゃいけねえ。おやぶん、大変なことになっちゃったんだ。おめえの底辺にはゴリゴリしているよ。その度ごとに泥足で飛び上がったり、タバコも蹴飛ばしたりするんだから。そう言いながらも、二の句が告げないほど息を切らしているガラッパチを見ると、平次も少し緊張した心持ちになります。おやぶん、今日の発見にあっしがこの目で見てきたんだから、嘘も偽りもねえ。あの両国の天が水槽へ飛び込むと。なんだと、またあの見せ物行ったのか。バカなやつだ。この間から変だ変だと思ったら、マガの隙がな抜き出しちゃ、一晩へじっての魚何かを見せびらかして、ただであの浜を見ていたんだろう。そんなことはどうだって構えしね。おやぶん、毎日行ってみているおかげで、今日という今日はとんだものを見てしまったんだ。天が一人殺されたんですぜ。なんだとガラッパチ、もう少し詳しく話してみろ。天が殺されたと聞くと、職業意識が目覚めて、平次は急にちゃんとなりました。それおいでなすった。親分がさおかなくっちゃ話ができねえ。生意気なことを言わずに天の殺された話をしろ。無駄を抜きにして。こうだ親分、今日もいつもの通り四つ過ぎに小屋を開けたが、間もなくいっぱいさ。大した人気だね。それが無駄だよ。まあ黙って聞いていてください。いつもの通り下台は運んで、昼少し前にお松と小村が水槽に飛び込む段取りになった。工場医から担当を受け取って勢いよく飛び込んだまではよかったが、お松が格子の下の穴を潜って木彫りの竜の方へ抜けるとき、どうしたかさっと水が真っ赤になって、恐ろしい泡が浮くと、お松の体は水の中でのたうち回って格子の下の穴に引っかかっているんだ。思いのほかのものすごい話に平次もつり込まれて目を据えました。その恐ろしかったこと、黒い髪が藻のように揺れると、白い肌に絡んだ赤い腰巻きが水の中でメラメラと燃えるように動いたぜ。時々お松の顔が上にねじ曲げられると、恐ろしい形相で何やらを睨んだが、あの顔は忘れよったって忘れられる顔じゃねえ。それからどうした。しばらく花を抜けて竜のそばへ浮いたが、力が尽きたかすぐ沈んだ。水槽の水はみるみる真っ赤だ。もう一人のお村は、格子の手前へぼんやり浮いたが、手にはまだ短刀を握っていた。一目お松のもがき苦しむ様子を見ると、追っかけられるように水槽の縁へ這い上がり、舞台へ転げ上がると、そのまま目を回してしまったが、赤い雫が垂れそうで、一時はこの女も切られたかと思った。それからどうした。工場医の男が木の幹のままで飛び込んで、下からお松の体を抱き上げると、ドラを叩いていた男が上から手を出して引き上げたが、もういけねえ、虫の息さ。傷は。胸から腹へかけて毎一文字に裂かれていた。そんなものすごかったこと。なんか物を言ったか。何にも言わねえ。傷は深いし、水は飲んでいたし、引き上げると唇を二三度動かしたっきり息が絶えた。ねえ親分、あっしゃんなものすげえもの見たことがねえ。見物は逃げ出す、女子供は泣き叫ぶ、いやもう地獄のような騒ぎだ。一望実手を見せて太夫元に軌道を示させ、一座の者の足止めをしてここまで飛んできたんだが、親分すぐ行ってくださるでしょうね。バカ野郎、
え、おめえは一体なんだ。へ、これでも人間。人間の端っくろは分かっているが、ついこの間お札をいただいて、それでも一本立ちの御用聞きになったばかりじゃねえか。へえ。へえじゃねえよ。十手取り縄を預かる立派な御用聞きが殺しの現場を見て驚いて飛んでくるやつがあるか。平次の子分の八五郎は血を見て腰を抜かして親分のところに飛んでいったと言われちゃおめえばかりの恥じゃねえ。平次そこを空っぽにして飛んできて下手人が逃げ出しでもしたら何とするんだ。へえ、もう一度両向け引っ消しな。俺は一切構わねえからおめえ一人で目鼻をつけて下手人をあげてこい、バカ野郎。平次のもってのほかの景色にガラッパチはすっかり面食らってしまいました。さあやれると面目次第もねえ。だがねえよ、親分、あっしゃ腰を抜かしたわけじゃねえ。足の力には及びそうもなかったし、一つは親分の手柄に差し上げたかったんだ。バカ野郎、おめえなんぞに手柄を譲ってもらいたくねえ。とっとと引っ消しやがれ。来るますよ。何もバカ野郎バカ野郎って言わなくたっていいでしょ。こう見えたって。そのつもりで下手人を捕まえてこい。殺しの現場を見て指をくわえて引き下がるやつがあるものか。ガラッパチは黙って飛び出しました。こう言われると、義理にも下手人を縛ってこなければ、世間へも親分へも顔向けがなりません。第4章。誰も外へ出たものはあるめえな。へえ。太夫元の登録は米びつのお松に死なれた上、うんと儲かっていた小屋にケチがつくのを心配してすっかりしおれ返っております。幸か不幸か、まだ検死の役人は来ず、この辺りをも縄張りにしている石原の利助も竹落ち部と会ってまだ駆けつけません。ガラッパチの八五郎はできるだけ意義を整えて新米の御用聞きに許される範囲で一通り調べ上げてみました。太夫元の登録夫婦は相模の者、古才の効いた番頭の政治の入れ知恵で水心のある美女を二人雇り入れ、三州四度の尼という触れ込みでこの見せ物を始めたのでした。政治というのは工場医の男、元は岬の漁師で少しぐらいは文字も読め、才智もたくましく、こんな同桁様子をしておりますが、顔を洗って五分を落としたところを見るとなかなかいい男であります。お松とお村はどちらも相模女、二人とも負けず劣らず美しくもあり、負けず劣らず浮気でもあり、近頃は土地の遊び人で原庭の才ぞぼというのに熱くなって女だてらに鞘当てをしているという噂もありました。その他は江戸で臨時に雇い入れた林方と木戸番の桃松だけ、これも相模生まれのお松と同郷で、お松には十分気があるようですが、至って無口な上、自分の顔のことも百も承知しておりますから、若い女と口を聞くのさえ遠慮しているような肌合いの男だったのです。こう調べるまでもありません。お松が死んだ時水中にいたのはお村だけ、それも竜の彫刻に通う入り口を争いながら水槽の深みの中に担当を握ってすれすれにいたのですから、お村より他にお松を殺せる条件を握っているものは一人もありません。こんな具合で平次がわざと避けてこの事件から手を引いたのは、ガラッパチでも立派に解決ができると思ったせいでしょう。ガラッパチがたもとの中の鳥縄をまさぐっていると、ちょうど石原の利助がやってきてくれました。近頃はすっかり角を折って、平次はもちろんガラッパチにも嫌な顔を見せない利助は一部始終の様子を聞くと、
一も二もなくガラッパチの意見に賛成してしまいました。そいつは考えることも迷うこともあるものか。おむらとかいう女を縛ってともかくも八丁堀の旦那に引っ叩いてもらうんだ。その場を去らせず、こうしておむらは縛られてしまったのです。しかしこれが大変な間違いだったことは3日も経たないうちに分かりました。おむらはどんなに責められてもお松を殺したとは言わないばかりでなく、考えれば考えるほど事件が怪しくなってきたのです。第一、おむらの持っていた短刀は切れそうには見えるが、はびきで女の手で人間一人殺せるほどの技をしそうにもなく、お松の傷は胸から腹へかけて舞一文字に裂かれたもので、はびきの短刀や女の手などではとてもそんなに切れる道理はありません。第二が、お松とおむらが水中に争う形にはなりましたが、それは振り付けのある決まった型で、何の無理も不思議もなく、お松が切られたのはおむらの方が上へ浮いている時で、お松の腹の方へ手が届くはずもありません。何百人の目が見ていたのですから、これは少しの間違いもないことで、おむらの無罪は火を見るよりも明らかです。どうかしたらおむらは短刀を2本用意していて、よく切れる方をどこかへ捨てたと考えられないことはありませんが、おむらは水船から這い上がると裸体のままで目を回したのですから、そんなものを持っていなかったことは明らかで、水槽はその日のうちに血潮の混じった水を流して潮磨きにして洗い清めたのですから、もう一本の短刀を水中へ捨ててこなかったことも明らかです。吟味よりき笹野新三郎もこれではおむらを下手人として奉行所のお知らせへ突き出されません。ひどく落胆する利助とガラッパチを叱って、とにかく一応おむらを許して返しました。それが事件のあってから3日目です。